アルパチーノが2020年度英国アカデミー賞のレッドカーペットで派手に転倒してしまった。79歳のパチーノは2日にロンドンのロイヤルアルバートホールで開かれた式典でマーティン・スコセッシ監督作アイリッシュマンのジミー・ホッファ役を評価され助演男優賞にノミネートされていた。しかし会場入りする際レッドカーペット上でつまずいて転倒するという文字通り痛いスタートを切ってしまったようだ。アカデミー賞のレッドカーペットで派手に転倒してしまった。79歳のパチーノは2日にロンドンのロイヤルアルバートホールで開かれた式典でマーティン・スコセッシ監督作アイリッシュマンのジミー・ホッファ役を評価され助演男優賞にノミネートされていた。しかし会場入りする際レッドカーペット上でつまずいて転倒するという文字通り痛いスタートを切ってしまったようだ。つまずいた原因についてははっきり分かっていないもののロイヤルアルバートホールに続く階段で足を取られたのではないかと思われている。そんなハプニングには見舞われたものの周囲の人の助けを借りて取り付かした後はご機嫌の様子で写真撮影に応じたりレポーターたちのインタビューに答えていたようだ。式典では助演男優賞の座を Once Upon a Time in Hollywood のブラッド・ピットへと譲る結果となったアルパチーノだが BBC のインタビューに対してアイリッシュマンで長年の友人であるロバート・デ・ニーロと共演できたことが嬉しかったと明かしていた。ブラッド・ピットへと譲る結果となったアルパチーノだが BBC のインタビューに対してアイリッシュマンで長年の友人であるロバート・デ・ニロと共演できたことが嬉しかったと明かしていた。彼は最高だ。ロバートの良いところは彼となら何でもできるってことだ。それが彼との仕事の喜びだね。そして同作における若返りテクノロジーについても触れ、これは新しいことだよね。これからどうなるかが楽しみだ。でも多くの映画でもやってきたことだ。バンメディアインターニエイシャネル、デイリースポーツ。